さすがですね。新幹線の案内出てますけど、大阪難波駅も名古屋駅も京都駅も今日はもう満席オンゲートですね。パンフレットだったんですね。こんな移動であったやつが、スマホの体調90センチ機能でね、今も来る途中で、なんかスマホからね、この、なんでしたっけ、いや、そう、三重交通からね、私、三重交通時代のね、なんかからの電車が走ったり走るんですよね。ここみたいな、ここ地上駅なんですけど、これ、ね、ここの上か。サミエルはこの上がサミエルになっているんですけどね、営業時間朝の9時からなんでちょっと、本当はちょっと見たかったんですけどね、今そういうね企画展示なんかだけで困ってやってますね。そう、こんな感じでね、サミエル、まあ、上に上がってたらこういうの見れるんですけど、あ、ちなみにね無料ですからね。そう。これね、そうそうそう、県のね、県の庁舎に行くとね、いつもこれをね、すごくね、わーってね、ポスターが貼ってあるもんで、それでずっと気になってはおったんですけどね、サミットで使ったら、ね、机とかが置いてあるらしいんですよね。うん、まあ、せっかくなら理解ちょっと見てみたいんですけど、まあ、今日は、それ見とると、間に合わないから一回ちょっと友達にも連絡しないといけないんですけどね。階段を置いてくるとこんな感じでね、何なんでしょうね、業務用って何なのか気になりますけど、エレベーターがね必要な方とかは上のスロープの方からね、車つけて、まあ、畑場になってますんでね、それほど問題ではないと思うんですけど。で、まあ、こんな感じでね、今日は残念8時台はないですね、25分の列車乗ったってもいい気もしますけど、まあ、せっかく来たんでね、ぐるっと、ね、回っていこうと思いますんで、1周ぐらいはね、かしこちも、ちっちゃいね、まあ、すぐに1周できますから。で、そうしたら、まあ、8時のね、ちょうどにナンバー行きが来ますからね。で、そうするとですね、これがね、例えばじゃあ名古屋に行くのに1時間空いてね、1時間に1本あるだけでも十分ですけどね、賢島から、ね、25分からこれ、次までね、まるっと2時間空くやんかってなるんですけど、実はね、この大阪難波駅の特急がちゃんとこの名古屋の連絡とかしてくれるんですよね。ですので、これでね、特急で行くのは、まあ、乗り換えは必要になりますけど、ちゃんと大阪難波駅にやってても行けるようになってるという、こういったね、配慮がね、しっかりしてあるのもね、この近鉄特急ならではのところなんですね。さあ、ということで、まあ、8時の電車に乗れるぐらいに、まあ、あれやったらぐるっと回って9時に出ても、まあ、午前中には名古屋には着くでしょうということでね、まあ、朝7時、ね、朝7時の賢島をぐるっと回っていこうと思いますけど、暑いですね、結構。そりゃね、まあ、真夏ですかね、台風一過の真夏日ですからね。一応、ちなみに、ね、その、出かける予定の友人には電話しながら、とりあえず、船着き場の方行ってみましょうか。さらに定期船とか、こっちの方に。結構、定期船、もう海がすぐ近くなんでね。こんな感じでね。おぉ。でもいっぱいありますね。ああ、どんどん店入ってきますね。まあ、今からね、店開きですよね。まあ、この時間に観光客が来ることもないですからね。さあ、この時間に来ようと思ったらね、朝の4時半に、ね、朝の5時前に、釣りにおらなあかんっていうね、なかなか過酷な日程になりますからね。でも、お伊勢参りに行く人が多かったですね。ああ、ね、多分お伊勢参りやと思いますけど、伊勢のところではね、宇治山田とか伊勢市のところでわーっと降りていってましたんでね、それまですごくお客さん乗ってましたからね、まあ、そのあたりは途中の動画でも解説してると思いますけど、どうなんでしょうね、まあ、参拝の方もお伊勢参りのマップとか持ってる方もおったんで、参拝なんやろうなって方もいましたし、でもしくはおそらく、ね、
おかげ横丁とかで働いておられる方なのかな、向こうのその伊勢の方でね、働いておられる方とかが、準備で朝早くから出かけられてるのかなっていう方とか、あとは学生さんとかもいましたね。夏休みですけどね、朝練とかでいろいろあるんでしょうね。すごいね、朝の5時からね、この辺りが全部エスパニアクルーズなくて、この辺りをぐるっとクルーズするフレーやったかな、9時30分こんな感じで船着いてますね。気を垂らして海上にバーベキュー場を作ってあるんですね。海鮮丼なんかやってるんだな。まあさすがにこの時間にはやってないですけどね、当たり前ですよ、どう考えたって観光で来ましたって感じね。降りたお客さんが3人ですからね。降りたお客さん3人で賢島で朝の7時にね、まあね、うち2人はもう赤さまに地元の方でしたからね、まあでも景色はやっぱりいいですね。まあでも暑い時点もまだ朝の7時で済んで、あ、この辺りの船とかでも面白いのがちゃんと近鉄のマーク入ってますね。近鉄の定期船ですね、先芝っていうのかな。まあ、この辺りはね結構いろいろかね、まあ、賢島も島ですし、いろいろするとね細かい当初がある、あるんですよね、三重県は、それこそね途中で話したかもしれませんけど、答志島ってね、答志島はね、実は母方の祖父が答志島の出身でというところで、で、ありますし、あとはちょっと離れたところだと上島とかね、いうね、ところも有名なところで、瀬島ナショナルパーク、賢島、伊勢島国立公園のね、賢島ですからね。あ、で、賢島の宿、道塩ですか。道塩ってね、やっぱ観光でやってるとね、道塩って聞くとどうしてもあの道塩が出てきますけどね。まあまあ、この辺りは。あ、ちなみに、土地的にはね、島になりますからね、この辺りは。まあ、ちょっと行けばね、島とか伊勢とかね、伊豆塚とかありますけど、すぐ近くですけどね。道も全然わからんからね、どこを解いてやる。その中はもうそのまま敷地みたいですもんね。さすがにちょっと敷地の中入ってくるわね。あ、しまった。ツイッター用の写真撮ってね。地図を逃すと結構時間かかりますね。あ、すんぱん。いやいや驚かれた気もしますね。まあ、こんなところね、見知らぬおっさんがカメラ持って歩いてたらね、まあ、不思議ですよね。そうだね、これをカメラで撮ってね、何か大変で、ツイッターに上げるのにね、いちいちまたスマホを開いてやらなあかんからね、それはそれは結構面倒なんですけど、今、空き家なのかな、表札とかないもんね。空き家とか、すごいでかいですけどね。あ、これはもう風前の飛ぼし火となった、これは PHS の基地局ですじゃないですか。これね、たまに街中にあるじゃないですか、こういうの。これ何かなと思ってる方も多いかと思いますけど、これ実は PHS の基地局、 PHS の基地局なんですよね。私はね、長いこと長年ね基地使ってたんで、あれですけど、多分ウィルコムのやつじゃないかな、これ。16エレメントのやつなんで、8エレメントの、あ、ごめん、16エレメントはないわ。8エレメントだ。ごめんなさい。そう、2エレメントから始まって4エレメント。この棒がね、2本あるやつ、から始まったんですよね。それが4本にして、ね、アンテナとか倍増し、増強して。で、それを最終的には実は、ウィルコム、の時に、実は8エレメントっていう、これね、すごく電波の、一つの基地局でカバーできる範囲が倍以上になるっていうね、結構画期的なやつだったんですけどね。まあ残念ながら、
普及ね、それによって普及に、寄与することはそれほど、なかったという、残念な、歴史がございますが、まあでもね、私はこのアンテナにもう2002年からずっとお世話になりましたんでね、反対側にあるから、多分ウィルコムのマークやと思いますけど、これがね、4エレメントって言って 4本が立ったやつやとね、DDI ポケットのね、可能性もワンチャンあるんですけどね。どうかな、見えるかな。そうですね、やっぱしウィルコムになってますね。そう、懐かしいマークですね。懐かしいウィルコムのマークも見たところで、まあ、ここに1個あるってことは、もう2、3個ぐらいは PHS の基地局、多分、柏島島内あると思いますけどね、それぐらいのね、規模で建ってるんですよ、実は PHS の基地局ってあちこちに。で、真珠店が出てきましたね。お、ちょっと、すげえ朝日が眩しいんで、あれですけど。ね、真珠加工販売直しもやってるんですね。柏島ってなってます。まあ、この辺りといえばもうね、やはり真珠ですから、お隣も、これは、岩神真珠。歴史がある感じですね。まあ、やはりどこもかしこも真珠です。奥は松井真珠って言われてますね。とてもすごく、レトロですけど。でもなんか、ドロンコとかなんかやってますね。これで一回、かしこ島行って戻ってきたんか。ちょっとツイッターを上げておきましょうな。トルコ、ここに。すごいですね。シーガレッツ。相当昔の。相当昔ですね。プールが300円でなってますもんね。で、時計ももう止まっちゃってますけどね。さて、ことで、かしこ島行ってたね。駅からね、ぐずっと、なんて言ったらいいのかな、駅がこうちょっとね、東大南北分かりにくいんですけどね、まあ、今、ほぼ東に歩いてる感じですよね。こうしてみるとね、あそこにも駅が結構上の方にあるというのが分かりますよね。ついでにこの坂が急なのも分かりいただけますでしょうか。こういうところ歩いてるとね、暑いよりのも暑いですけど、坂道が来ますね。ちなみにね、柏島駅ね、登ってきたんやで、せっかくやで撮っときましょうね。こんな感じね、今来てるね、普通電車が入ってますけど、あれは多分さっき乗ってきたやつですね。せっかくやからこっち側もちょっとツイッターで上げとこうと思いますけど、登ってきます。待ってな、もう。お、列車が出るのかな。こっちから出るみたいですね。せっかくやから撮ってきましょうか。電車も来ましたけど、よくよく考えてみると櫛形ホームもこういうアングルで見れるって珍しいですよね。ちょっと曲がってますけど、ね、こうだとこっちから入った方が正面に近いか、ね、
意外と串型ホーム、ね、大型の串型ホームの駅って、あの、高架の駅やったり、地下の駅やったりすること多いじゃないですか。近鉄やったらね、上本町もそうですし、阿部の橋、まあ、地下じゃないけど、ね、前にそんな雰囲気ないですもんね。で、あとは、ね、名古屋の、近鉄名古屋駅は地下にありますし、なんで、なんかこの、こういうアングルで見てると新鮮ですね。これね、今、ぐーっと登ってますけど、これを登って、降りると、さっきの、最初のところね、ホームのところに行くはずです。ちなみにここからも全部近鉄の所有地なんですね。近鉄の、境界区域って言ったらいいのかな。ね、境界区域か。境界区域が置いてありますね。ここだったら境界区域とかも昔からあるので、なんとなくイメージわかりますよね。デザインとかも。しましても古いですからね。まあ、伊勢の方はね、お伊勢参りのね、ために、結構、鉄道のね、早いうちに、鉄道が普及し始めた、早いうちにね、三宮鉄道とかって言ってね、三宮急行鉄道とか、というね、関西電鉄でしたっけ。関西鉄道か、関西鉄道でしたっけ、とか、来ましたから。これね、結構登ってるんですよ。わかりますか？ 駅がね、こんな感じに見えるでしょ？見下ろす感じでしてるでしょ？さっきだってこの駅の下のところに乗ったんですからね。これね、結構登ってるわけです。あ、ちなみに、ここが、島マリーランドですね。マンボウで有名なところですね。うん、当然のことすっげえでっけえマンボウいますけど。さすがにね、で、残念ながら島マリーランドもまだ閉まってます。ね、土曜日なんでね、休館日ってことはないはずですけどね、朝の7時から来る客なんてね、想定してませんしね、ね、想定していても来ませんしね、ね、というか、三重県の方が水族館多いですからね、で、特に鳥羽水族館がすっげえでっけえですからね、まあ、その中でもこのね、島マリーナの方はね、食事、ね、ちゃんとね、残ってるわけですから、すごいですよね。あれ、賢島か島、スペイン村行きって出てるんですね。で、各種、送迎バスがここで、こう送り迎え、やっぱ今の場合は送りの方かな。迎えに来る時間ではないですもんね。朝一から出発されるお客様をこう乗せてきたって感じじゃないでしょうか。で、今スペイン村前直行のバスは出てるんですね。380円なんだ。まあ、ぐるっと回ってこれましたし。よし。ね。8時ちょうどの南蛮で戻りますか。よし。で、待合室は自動ドア。楽しいかな。
日本の金運が金運やから多分新しいやつですね。シートマップで選択できるんですね。あの2列車でも各列車で選択できるのかなって。あ、そうですね、1列車目2列車目で選択できるんですね。気もしますけど、最後車の車はついて入ってますので、後ろ行きましょうか。 で次の列車に行けるんだ。はで次の列車は会場改革なんで、これビスタカーやな。コンビニオープン。